ハインリヒ・ユリウス・プリンツ・フォン・ハノーファーは、ドイツのハノーファー王国及び、ブラウンシュバイク公国の王族の子孫。全名は、ハインリヒ・ユリウス・クリスティアン・オットー・フリードリヒ・フランツ、アントン・ギュンター。ブラウンシュバイク公正子、ハノーファー王家家長エルンスト・アウグストと、その最初の妻で、シュレースヴィヒホルシュタイン・ゾンダーブルク・グルックスブルク公子、アルブレヒトの娘である、オルトルートの間の第6子、三男として生まれた。歴史家、著作家として活動している。2005年、テレビ出演した際に、長兄のハノーファー王家家長エルンスト・アウグストの放埒な生活ぶりを激しく批判し、兄弟の不和が新聞各紙に大きく報じられた。イギリス王ジョージ3世の男系直系子孫であり、伝統的にグレートブリテン及びアイルランド王子を名乗るが、イギリス王室は1917年以降、ハノーファー家の正院をこの称号を名乗る有資格者から除外している。また伝統的に一族の正院に認められていた、ハノーファー王子及びブラウンシュバイク・リューネブルク公の称号を名乗るが、こちらも1918年のドイツ革命以降は法的に無意味なものとなっている。1999年6月19日にタイストゥンゲンにおいて森林学者のテューラ・フォン・ベスターンハーゲンと結婚し、2二男一女の3人の子女を設けた。また、独身時代に女優のデジレニックと交際し、1996年に非嫡出の息子を1人設けた。ありがとうございます。